スズとは、典型元素の中の炭素属元素に分類される、金属で、原子番号50の元素である。元素記号は、SN。元素記号の SN は、ラテン語のスタナムに由来する。元来この単語は、金と鉛の合金を意味していたが、4世紀には、スズを意味するようになった。それ以前には、スズのことは、プランバムキャンディダムと呼んでいた。スタナムは、 ロマンシュ語やケルト語において、スズを意味する語の語源である、スタグナムに由来しているものとみられる。スタナム及びスタグナムの起源は不明である。イン語語以前のものかもしれない。マイヤー百科辞典では、スタナムはコーンウォール語のスタイアンに由来するものであるとし、起源後の最初の数世紀において、コーンウォールがスズの主な産地であったことをその根拠としている。英語のジンという語は、 ゲルマン諸語の間で共有されており、再考されたゲルマン祖語のチンオムにまで遡ることができる。同言の語に、ドイツ語のン、スウェーデン語のテン、オランダ語のチンがある。この語は、ゲルマン語からの借用を除いて、他の因語語には見られない。漢字の、鈴は、金と液からなる、会意文字で、容易に伸ばせる金属の意である。鈴は柔らかく天然性を有した。 結晶性の高い白銀色の金属である。金属鈴に力をかけて変形させると、鈴なきと呼ばれる総称変形による亀裂音を発する。第14続元素中で最も低い摂氏232度の融点を持ち、流径11ナノメートルの微細粒子ではさらに低温で溶液する。常温、常圧では天然性を有する、正方明のベータ鈴構造が安定であり、 この状態の金属鈴をベータ鈴という。一方で、摂氏13.2度以下で安定なアルファ鈴は脆く、灰色の非金属物質である。アルファ鈴はダイヤモンドやケイソ、ゲルマニウムなどに類似したダイヤモンド型結晶構造を取る。アルファ鈴は共有結合によって形成されているため、自由電子を持たず、金属的な性質を許さない。アルファ鈴には、 一般的な用途はないが、いくつかの特殊な半導体用途に用いられる。鈴には、さらに2つの同素体があり、摂氏161度以上の温度では、ガンマ鈴、数、GPA 以上の高圧化では、シグマ鈴となる。一般に流通している、金属鈴の純度は99.8%であり、不純物として、少量のビスマス、アンチモン、鉛及び銀が含まれている。 これらの不純物元素は、ベータ鈴がアルファ鈴へと転移するのを抑制する働きがある。また、銅、アンチモン、ビスマス、カドミウム、銀などと合金を形成し、鈴の高度を向上させる。鈴は固く脆い金属間化合物層を容易に形成する傾向があり、それらはしばしば望ましくないものとされる。鈴は一般的な金属と比べて固用体を形成する。 範囲が狭く、鈴に対して高い固用度を示す元素は、ほとんどない。一方で、ビスマス、ガリウム、鉛、タリウム、亜鉛との間では、単純強小系を示す。超電導転移温度は 3.72K である。超電導鈴は、超電導の研究において、最も初期に発見された、超電導体の一つであり、超電導体の持つ性質の一つである、マイスナー効果も、 超電動鈴から発見された。銅素変態鈴には常温に近い温度に、ベータ鈴とアルファ鈴の転移点が存在する。アルファ鈴への転移では、転生が失われ、同時に大幅に体積が増加する。この転移温度は、摂氏13.2度であるが、アルミニウムや亜鉛などの不純物が含まれると転移温度は、摂氏0度を下回る。通常の温度範囲では不純物などの、 影響によりこの転移はほとんど進まないが、極地方のような骨幹の環境では、転移が進行する場合があり、鈴製品が膨らんでボロボロになってしまう現象が生じる。この現象は、鈴製品の一部分から始まりやがて全体に広がるため、伝染病に例えて、鈴ペストと呼ばれる。アンチモンやビスマスを添加することで、同素変態を防ぎ鈴の耐久性を向上させる。 ことができる。鈴に限らず、金属には、こういった温度や圧力に応じて、結晶構造が変わる、同素変態を見せるものがある。鈴ではこの同素変態によって、その物性が大きく、変化する。ベータ鈴からアルファ鈴には、熱力学的には、摂氏13.2度で変態するが、実際に反応が進行するのは摂氏10度の低温領域からであり、摂氏十五度で、 その反応速度は最大になるが、それでも1ミリメートル進むのに、約500時間もかかる。鈴は結晶構造の違いによって、さらに摂氏161度以上でのガンマズがあり、これらの異なる単体は、同素体と呼ばれ、変体する温度は、変体点と呼ばれる。鈴は両性を示し酸ともアルカリとも反応するが、中性領域においては、ある程度の耐食性を示す。 脳症酸に対しては、加水分解により不要性の二酸化鈴水和物を形成して沈殿を生じる。アルカリとの反応では対応する鈴酸塩を形成する。鈴は通常プラス二化及びプラス四化の酸化数をとる。プラス二化の鈴化合物はイオン結合性の強い物質で還元性を有しており、プラス四化の鈴化合物は共有結合性の強い物質である。 単元子イオンの SN4 は存在しないと考えられており、プラス4化の鈴4は SN62 体や SNCL62 体等のイオンの形で存在している。第14続元素は軽い元素ほどプラス4化が安定で、重い元素になるほどプラス2化が安定となる周期性を有しており、その周期性を反映してプラス2化の鈴は比較的安定であるが、 それでもプラス2下の鈴4は容易に空気酸化を受けてプラス4下に酸化される。また、プラス3化の化合物としては SN2N3 のような範囲化合物が知られている。通常鈴のプラス3化の化合物は不安定で単理が困難だが、この化合物は分子サイズの大きな範囲子に囲まれていることによる立体障害の大きさに守られているため、 数ヶ月から一年程度は安定に存在できる。SN3 回8のような化合物は、形式的にはプラス2.7かであるが、これは2個の SNF2 と1個の SNF4 からなる混合原子化化化合物である。鈴は、他の第14属元素と同様に、カテネーションを起こすことが知られており、例えばアンモニア中で、アルカリ金属元素と反応して、 NA2SN5 のような鈴クラスター構造を含む化合物を形成する。また、有機金属化合物では、鈴が直鎖もしくは環状にカテネーションした化合物が多く存在しており、例えば SN2N では N イコール12から20の鈴の直鎖構造を持ち、2SN は鈴が環状にカテネーションした6両体や9両体の構造をとる。鈴には、 安定同位体の種類が比較的多い。これは鈴の容子の数が魔法数の一つである50だからだと説明されている。鈴は鉄などと比較すると融点が低いため比較的加工しやすい金属材料として、また鉛などと比較すると害が少ない比較的扱いやすい金属材料として、鈴単体または合金の成分として古来から広く用いられてきた。 鈴を含む合金としては、鉛との合金である判断、銅との合金である聖堂が代表的である。聖堂の一種である宝金は人生に富むため、1450年頃からそれまで中鉄製だった大砲がこれで鋳造され、法金の名もここから来ている。この聖堂製への変換によって大砲は安定性を獲得し、1520年頃には大砲は 完全に制度性のものとなった。大砲はやがて再び鉄製に移行したが、砲金は現代においても機械の軸受けなどに広く使用される。パイプオルガンのパイプも粗を主とした合金である。また、活字合金にも鈴は含まれる。中世ヨーロッパでは、鈴を主成分とする合金であるピューターが銀食器に次ぐ高級食器に使われた。鈴を大量に産出するマレーシアでは、 19世紀からピューターで作った食器や柿、その他の工芸品が作られ、国を代表する特産品になっており、ロイヤルセランゴール社などの製品が各国に輸出されている。19世紀から20世紀前半にかけてのヨーロッパでは、鈴で作られた男児用のおもちゃである鈴の兵隊が生産され、現代ではコレクターによって収集されている。 全米フィギュアスケート選手権では4位の選手にピューターメダルを授与する。時報として鳴らすベルや仏教で使われる仏具の一つ鈴の製造材料としても使われている。非常に安定した材質であるため、昔から存在するベルや鈴も現役で使われている。このほか、時空受けに用いられるバビットメタル、ウッド合金や、 ガリンスタンのような一連の低油点合金などがある。鈴単体についても、錆びず適度な硬さがあり、加工もしやすいため、食器などの日用品や鈴箔として広く用いられてきた。安価で錆びにくい金属食器としての地位は、軽量、頑丈で熱に強いアルミニウム食器に置き換わったが、手工芸による加工に適した鈴も、なお食器材料として、 一定の需要がある。原子炉冷却剤液体金属冷却炉。鈴近代の用途としてまず最初に開発されたのは、ベータ鈴を後半に被覆したブリキであり、亜鉛を同じく後半に被覆した途端とともに錆びやすい、後半の大量使用への道を開き、缶詰や玩具の材料として広く使用された。なお、鈴には毒性があるため、 食品衛生法により缶詰中に含まれる上限値が定められている。1969年には上限値以上の素ズが含まれるトマトジュースが流通して食中毒が起きたことがある。第二次世界大戦以前の素ズの生産地は南アメリカや東南アジアなど正常が不安定な地域に限られていた。戦争中にスズの入手難に陥ったアメリカ合衆国は 電気メッキ法の改良より、ブリキ製造に用いる、鈴の使用量を低減させることに成功。戦後、安価な製品を大量生産する道を開いた。インジウムと鈴の酸化物は、液晶ディスプレイ、有機 L の電極として用いられるほか、熱線カットガラスとして、乗用車のフロントガラスなどの表面に用いられる。また、有点は低いことを利用して、 フロートガラスの製造にも使われている。有機鈴化合物は塩化ビニールなどの安定剤などに広く使用される。日本には鈴そのものの加工品としては奈良時代後期に茶と共に持ち込まれた可能性が高い。今でいう茶壺、茶宅などと推測される。金属鈴は比較的毒性が低く酸化や腐食に強いため主に飲食器として重宝された。現在でも 大陸喫茶文化の流れを組む、千茶道では、鈴の器物が用いられることが多い。日本独自のものには、神社で用いられる兵士、水玉、高きなどの神具がある。いずれも、京都を中心として製法が発展し、全国へ広まった。それまでの特権階級のものから、江戸時代には、町民階級にも慣れ親しまれ、手記、中でも特に中期としてもてはやされた。落語、 おみきどっくりの語りの発端となるおみきどっくりは、鈴聖という設定である。京都、大阪、鹿児島に伝統的な鈴工芸品が今も残る。近年では日本酒用以外にビアマグやタンブラーなども作られるようになった。また、一部の比較的高級な飲食店では、日本酒の缶に、こだわりとして高価である鈴聖チロリを使用するところがある。 科学的には定かではないが、鈴製品は水を浄化し雑味が取り除かれ、酒がまろやかになると言われている。近年では、鈴の柔らかい性質を利用した鈴製品や作品が富山県を中心に製造されている。他にも、第二次世界大戦中に、チャフとして使われた。蒸気用途のうちで最も重要な用途は、半田の製造であり、鈴年間使用量の 約45%を占める。ついで約20%がスズメッキに使用される。3番目の用途は塩化ビニールなどの安定剤などに使用する化合物としての使用であり、この用途に約15%が使用される。残り20%が各種合金やガラス製造、スズ工芸品などその他の用途に使用される分である。スズは 人間や動物には容易に吸収されず、生態中での生物学的役割は知られていない。鈴は金属や酸化物、塩類といった無機化合物の形では、毒性が低いため食器や缶詰など広範囲にわたって利用されているが、缶詰内側の腐食などによって、高濃度に無機鈴が溶出した食品を摂取することによる急性中毒も発生している。 急性毒性の症状としては吐き気、嘔吐、下痢などが見られる。例えば、日本の食品衛生法では、鈴の濃度は 150ppm 以下とするよう、定められており、英国食品基準局では、缶詰食品中の鈴濃度の上限を 200ppm としている。この要因の多くは、何らかの理由で、缶の鈴めっキが腐食を起こして溶出したり、 土壌に施した硝酸肥料により、作物に高濃度の硝酸塩が含まれていたことによる。2002年に英国食品基準局が行った調査では、調査対象となった食品の缶詰のうち99.5%が、鈴の含有量の上限値を下回っており、基準値を超えていた缶詰に関しては、販売差し止め措置が取られている。2003年のブルーンドンの報告では、 過去25年間に100から 200ppm の濃度範囲では、鈴の急性中毒の症例の報告がないことから、鈴の急性中毒の指地は 200ppm であることが示唆されるという見解が示されている。また、長期間酸化鈴の粉塵にさらされる環境では、肺が侵されることがあり、鈴肺症と呼ばれる。環境の整っていない時代には、鉱山からの採掘の際に、 多くの労働者が肺を病んだ。一方で、有機鈴化合物の毒性は、無機鈴化合物の毒性よりも、はるかに高く、その毒性は、有機器によって異なるもののいくつかの、有機鈴化合物は、シアン化け物と、同程度の非常に強い毒性を有するものもある。トリブチル鈴誘導体は船底に貝が付着することを、効果的に防止する塗料として、 広く用いられていたが、1970年代以降内、分泌拡乱化学物質としての作用や、海洋生物に対する蓄積毒性など TBT の毒性が知られ始め、1982年にフランス政府が TBT を含む塗料を小型ボートに使用することを禁止したのをはじめとして、各国で規制されるようになっていった。例えば、日本では、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律によって第一種特定化学物質としてビスオキシドが規制対象となっておりトリフェニルスズ導体やトリブチルスズ導体も第二種特定化学物質として規制対象となっている2001年にはすべての船舶に有機スズ化合物を含んだ塗料の使用を禁止する 船舶の有害な防方法の規則に関する国際条約が国際開示機関によって採択され2008年に25カ国が批准したことによって発行した。また TBT は2009年にロッテルダム条約の規制対象物質リストである付属書3に追加され TBT の国際貿易を行うには 500ppm 以下のヒート的混入を除いて 輸出申請を行わなければならないことが義務付けられている。鈴鉱石金属鈴を曲げると結晶構造が変化することにより鈴が木と呼ばれる独特の音がする。同様の現象はニオブやインジウムでも見られる。耐震、正方明子師である白色鈴の結晶に力を加えて変形させるとカリッと音を出して金属結晶が蘇生変形して 内部結晶が相生に変化する。この相生は変形相生や機械的相生と呼ばれ、霊感加工後に焼きなましされた時に作られる、焼きなまし相生と区別される。鈴は鈴石などに含まれている。比較的精錬や加工のしやすい金属として古くから用いられてきた。精銅器などの材料として有名である。鈴の重要な鉱石鉱物は鈴石であり、 鈴鉱石の4分の3を占めている。主に石英との鉱石フォーメーションとして算する。鉱彩からはタンタルを回収できる。鈴石は、比重の大きな鈴と比重の小さい石英を主体としており、また冬潜鉱になじまないため、古い潜鉱法である、比重潜鉱法が主に使用される。風化に強いため、砂鉱の砂鈴としても算出する。また、硫化物からなる。 鈴郷に過ぎないが、鈴は未探索域の多い鉱物であり、その推定埋蔵が見込まれるため実際の枯渇は、それより後になると考えられている。また、鈴はリサイクルが盛んであり、鉱山からの産出32万トンの他に、リサイクルからの供給が1万4千トンほど存在する。鈴鉱石は必ずしも生産国で精錬されるわけではなく、 ベルギーのように全く国内に鈴を産しないにも、かかわらず、精錬量の多い国や、逆に、今後民主共和国のように多量の鈴鉱石を産出しながら、全く国内で精錬の行われない国も存在する。鈴生産企業としては、中国の雲南鈴業やインドネシアの国営鈴鉱山企業であるティマ社などが大きい。日本においてはかつて、 兵庫県の民の部鉱山などで盛んに産出されたが、現在では、鈴鉱山のほとんどは閉山し、産出はわずかである。2008年には、日本の鈴輸入量は33,659トンで、あったが、この他に、日本国内に流通するブリキやハンダの多くは、リサイクルに回されるため、この回収された分の国内生産量が879トン、存在する。鈴は、 言う点が低く、また主要鉱石である鈴石からの精錬が容易であるため、人類史において最も早くから使用され始めた金属の一つである。当初の主な用途は銅との合金である制銅を製造することであり、紀元前3000年頃にメソポタミアにおいて初めて制銅が開発されたことによって銅の高度不足が大幅に改善され、人類は 石器時代から青銅器時代へと移行した。ただし鈴は地域的に非常に偏在している鉱物であり、現代においても一部地域に鉱山が集中する傾向がある。このため、鈴を発見できなかった地域においては、石器時代が長く続くことも稀ではなかった。日本においては、青銅の製法は鉄と同時に伝えられたために、青銅器時代が存在せず、また新大陸においても、 聖堂の発見が遅れたために、スペイン人が新大陸に到達した時点において、聖堂は装飾品としての利用に限られていた。古くから世界有数の鈴の産地だったのは、イギリスのコーンウォールである。この地域の鈴鉱山は、フェニキア人が初めて開発したと言われ、各地に盛んに鈴を輸出していた。コーンウォールに隣接するデボン州においては、鈴の地金を積んだ。 西動期時代のナンパ船が発見されており、この時期すでに盛んに鈴交易が行われていたことを伺わせる。この航路を握っていたフェニキア人国家であるカルタゴの崩壊後は、ローマ人がこの交易を握り、やがて43年のクラウディウス帝の遠征によって、コーンウォールはローマ帝国領のブリタニアとなり、帝国崩壊後も中世、近世にかけて、イギリスは、 ヨーロッパ中に鈴を輸出していた。しかし、産業革命により、特に1810年に、イギリスのピーター・デュラントによって、缶詰が開発され、ブリキ製造用の鈴の需要が急増すると、コーンウォールの鈴では不足するようになり、産出量も1871年を最後に減少するようになった。それ以降も1890年代までは、世界有数の産地であり続けたが、 他産地との競合に敗れて1900年代にはシェアが大幅に下落したそれに代わって世界最大の鈴ズ産出国となったのがマレーシアであるマレー半島は古くから鈴の産地として知られていたがイギリスの植民地時代に資源開発が進み1972年の7700トン年をピークに減少に転じたものの1985年までは 世界の約4分の1のシェアを占めていた。マレーにおける鈴の主産地は、金田渓谷からクラン渓谷にかけての一帯であり、この鈴鉱山地帯の中心となった一方は1900年代に入り急速に発展した。この時期、鈴が国家経済において重要な地位を占めたもう一つの国はボリビアである。ボリビアの鈴開発は1880年代に始まり、 当時同国の主要輸出品であった銀の体調と時を同じくして生産は急増していった。この鈴の増産は民族資本によって行われたものであり、オルロ近郊にあるワヌニ鉱山の開発によって世界有数の大富豪と呼ばれたシモン・パティーニョのパティーニョ、財閥をはじめとし、カルロス・ビクトル・アラマヨのアラマヨ財閥とマウリ・シオホフ・ホチルドの ホフホチルド財閥を含めた三大財閥が生産の大部分を独占していた。これらの新興財閥はラパス市に本拠をくじ誘導と結びつき、1899年には銀行やマヌシと結びつきスクレ氏を基盤とする保守党の政権を打倒した。これはボリビア連邦革命と呼ばれ、これによってボリビアの首都はスクレから鈴郷山主の本拠地である。 ラパス市に事実上移動した。その後はさらにボリビアの鈴生産は増加し、1902年には銀の輸出額を抜き、1913年には同国の輸出の70%を占めるようになり、鈴の世紀とも呼ばれる時期を減出した。この公共期は1929年の大恐慌によって収束するが、その後も1980年代に至るまでの100年以上もの間、 鈴ズはボリビア経済の柱となっていた。こうした鈴生産を統括するため、1956年には国際鈴協定が採択された。この協定は価格維持と生産安定を主眼に置いたもので、株期間の国際鈴理事会によって輸出割り当てや受給調整が行われていた。このシステムは1976年頃までは有効に機能したが、しかしその後は、 オイルショックによる資源全般口に引っ張られた鈴の価格高騰と、それに反比例する消費の低迷によって、この協定は揺らぎ始めた。また、この協定は生産国と消費国が共に加盟するものであったため、生産国のための機関として1983年、鈴生産国同盟がマレーシアを中心として結成された。さらに1982年に、 第6次協定が締結されたが、これには、大西三国のボリビアやアメリカ、ソビエト連邦の3カ国が参加しなかったため、市場支配力が80%から53%にまで激減したことも、この体制の動揺を加速させた。そして1985年、国際鈴市場が暴落したため国際鈴理事会が、機能を停止し、それを受けて、 ロンドン金属取引所での鈴が取引停止となり、世界中の鈴取引が停止してしまった。鈴危機である。これによって国際鈴協定の価格維持策は完全に崩壊した。このためにマレーシアの鈴工業は壊滅的な打撃を受け、翌1986年には産出量は半減し、その後も市場の混乱や資源枯渇による衰退が続き、 現在は主要でない産出国の一つに過ぎない。また、ボリビアも、1952年のボリビア革命によって、三大財閥の鈴鉱山が摂取されて、国有化された後は、非効率な経営によって、生産の減退が続き、1986年に、国有企業のボリビア鉱山公社が解散した後でも、生産の伸びは見られず、生産量は、 世界第4位にまで落ち込んでいる。これに代わって鈴生産を伸ばし大生産国に躍り出たのはインドネシアと中国だった。インドネシアは19世紀末のオランダ領、インドネシア時代にバンカ島とブリトン島での鈴開発が始まって以来の鈴の生産国の一つである。このうちビリトン島で1860年に鈴の採掘を始めたビリトン社はやがて オランダリオスリナムの貿易サイト採掘など、非鉄金属鉱山全般に業務を拡大し、やがて2001年にオーストラリアの BHP 社と合併して、世界最大の資源企業である BHP ビリトンとなった。この両島での鈴採掘は現代では、インドネシア国営企業のティマッシャが行っている。鈴の価格は上記の鈴低迷を続け、2002年頃まで、 低迷していたが、その後中国の鈴需要の急増などに伴って価格が急騰し、2007年には2002年の3倍以上の価格となった。古くから用いられてきたことから鈴を金属の代名詞とする言い回しも多い。例としては、チンフィッシュ、チンハト、チンキンサーなどである。ありがとうございます。